アレクサンドル・バレリアノビチ・ベルジュビロビチ1911年3月15日は、帝政ロシア時代のチェリスト、作曲家、音楽教師。サンクトペテルブルク音楽院教授、ポーランド系ロシア人、日本語表記にはベルジュビロビチもある。サンクトペテルブルクに生まれる。サンクトペテルブルク音楽院で、カルル・ダビドフにチェロを学び、1871年に、 卒業する。1877年に、サンクトペテルブルクのイタリアオペラ団還元楽団の首席チェロ奏者となり1882年まで務め、ついで1885年までの間は、マリーンスキー劇場還元楽団の首席チェロ奏者を務めている。ソリスト、室内楽奏者としても、精力的に活動し、共演したピアニストは、アントン・ルビンシテイン。 ワシー・リーサ・サホーノフ、アレクサンドル・ジロキ、アンナ・エシポワ、フェリックス・ブジューメンフェルト、セルゲー・ラフマニノフ等がいる。エシポワとは、バイオリンのレオポルト・アウアーを加えたトリオでも、共演している。なお、ベルジビロビチは、しばしば、ポーランドへの演奏旅行を行っているが、その際は常に、ポーランド人の二人、ピアニストのアレクサンドル・ミハオフスキ、 バイオリニストのスタニスラフ・バルゼェビッツとトリオを組んでいた。また、1880年により、ダビドフがメンバーであった、サンクトペテルブルクロシア音楽協会弦楽四重奏団に、その後継として加わっている。チャイコフスキーの弦楽六重奏曲、フィレンツェの思い出の初演には、1890年9月に、行われたごく少数の作曲者の友人を招いて、行われた第一行、初演。 1892年の第二項による正式な初演の両方に参加した。また、ダビドフツイ等のために作曲された、アレンスキーのピアノ30奏曲第1番の初演にも加わっている。1882年から、サンクトペテルブルク音楽院で、チェロ奏法を教え始め、途中わずかな中断を挟んだものの、亡くなる1911年まで母校で教え続けた。 1890年に教授に昇進している。門弟には、セミオン・コゾルポフ、レオポリドロ・ロストロポービチ、エフゲニー・ボリフ・イズライリ、ドミトリー・ブズリ、ステファン・ビリコンスキー等がいる。作曲家としては、バルツ、練習曲などのチェロの商品を残したほか、チャイコフスキー等の作品を、チェロのために編曲している。アレクサンドル・グラズノフは、ベルジビロビチのために、 二つの商品作品20、銀遊詩人の歌作品70を、ダービット・ポッパーは、スペイン部曲集、作品54を作曲し、検定している。エドワルド・ナープラブ・ニークもベルジビロビチ2曲を、捧げている。ロシア音楽協会サンクトペテルブルク支部原楽支柔相談とも、表記される。ベルジビロビチが加わった、次期のメンバーは、レオポルト・アウアー、リバン・ピッケリ、イエル・ニム・ベイクマン、 参考文献名曲解説全集ホニ P235 から 238P260 から263ムスティスラフ・ロストロポービチの父親参考文献名曲解説全集 16P375 から377参考文献名曲解説全集 16P198 から199ありがとうございます